ご来場の皆様、オンライン配信をご視聴の皆様、本日はお忙しい中、輸入業者向け有機種類セミナーにご参加くださいただきまして、誠にありがとうございます。帝国となりましたので、これから輸入業者向け有機種類セミナーを開会いたします。本日の司会進行を務めさせていただきます、国税庁主税課業務係の江崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日のセミナーは、 ご来場の皆様のほか、約200名の方からオンライン視聴のお申し込みをいただいております。また、本日の模様は録画させていただき、後日国税庁動画チャンネルにて配信させていただく予定をしております。さて、まずはじめに、本日のセミナーを開催する趣旨を私からご説明させていただきます。令和4年9月30日までは、勇気の表示については、 酒類だけが国税庁の告示でルールが定められていましたが、令和4年10月1日からは、法令等の改正により、日本農林企画等に関する法律、通称 JAS 法に有機の表示ルールが一本化されることになりました。これにより、有機の表示ルールについて、種類も他の有機加工食品と同じ表示ルールが適用されることとなったのですが、国税庁が定めていた告示と、 ジャ s 法ではそのルールの内容が異なっています。国税庁の定めていた告示については廃止されていますが、今は経過措置期間中となっており、令和7年9月30日までは廃止された告示のルールに従った表示をすることで問題ありません。しかし、この経過措置期間、経過後には本格的にジャ s 法の規定に則っ,った表示ルールに種類も従っていただくこととなりますので、 この表示ルールについて、海外から輸入するお酒の表示に特に焦点を当て、表示ルールへの対応方法についてご説明をしてまいります。具体的には、JAS 法改正の概要を農林水産省から、有機種類の国際交渉の状況と、具体的な輸入業者が受ける影響と対処方針を国税庁から、そして、 具体的な JAS 認証の手続きの方法を日本洋衆輸入協会様と登録認証機関のエコサート様からご説明をいただき JAS 法の表示ルールに従った表示をするための基本的な知識を身につけていただける内容としておりますそれでは議題を進めてまいりますまずは JAS 法改正の概要について農林水産省新事業食品産業部基準認証室 坂瀬川様よりご説明いただきますそれでは坂瀬川様よろしくお願いいたします皆様こんにちは私農林水産省基準認証室で有機ジャスの担当しております坂瀬川と申します、えー、今日はですね ジャス法改正の概要について20分ほどお時間を頂戴しまして、えー、ご説明さし上げたいと思います。あの、皆さんお酒の輸入に関わっていらっしゃると思うんですけども、お酒は、えー、食っていうことはもちろん、あの人と人とのコミュニケーションであったり、この食文化そのものにすごく大きな意味を持つものだと思っています。 で、私もお酒は嫌いじゃないというか、かなり好きな方なんですけども、えー、そういったお酒が、これまでジャスの対象にな,かなっていなかったところ、あの、ジャス法が改正されまして、ジャスの仲間になったということで、えー、私としてはすごく嬉しいなと感じているところです。で、えー、中身に入る前にですね、有機のお酒っていうものがどういうものか、 なんですが、皆様、えー、有機勇気のお酒がどんなものかっていうことを、例えば消費者の方から、例えば、えー、取引先の方から聞かれたときに、どういうふうに説明されますかえー、突き詰めて考えられたことも、えっ、ー、と、ないっていう方も多いんじゃないかと思いますけども、えー、この JAS の中の、えー、有機勇気っていうものの位置づけをご説明しますと、 まず、有機のお酒っていうのは、えー、この有機加工食品の一部です。なので、有機のお酒の基準は、この有機加工食品のジャスの中の基準の一つとして定められております。まずですね、その特徴の一番大きなものは、右上にの吹き出しにあります。原材料が、 95%以上有機のものが使われているっていうことです。ここが一番大きな特徴。えー、日本酒だったらお米、ワインだったらブドウ、それが、えー、有機のものが使われているということ。で、えー、お米やブドウのような有機農産物については、えー、その有機農産物の JAS の形で基準が設けられていまして、えー、その意味するところは、有機、 えー、ということは、自然循環機能の維持増進を、えー、目的として定められた基準ということになっています。つまり、えー、有機っていうことは、環境への負荷、そういったものを考えながら、自然循環機能について維持,維持増進を図っていくような、えー、そういった基準になっています。 で、えー、右下のところなんですけども、遺伝子組み換え技術を使用しないといった、そういった基準も設けられています。で、こういった、この、えー、有機の環境に配慮した基準、えー、の農産物を使って、遺伝子組み換え技術なんかも排除した、えー、そういった特徴を維持するために、左の方です。科学的に合成された添加物等は極力避けたり、薬剤に汚染されないよう管理された、管理したり、 そういった基準がえー、設けられているのが、有機、えー、加工食品の基準です。お酒についても同様の基準が設けられています。で、ポイントなんですけども、この基準は、えー、日本独自のものというわけではなく、ももちろんん独自の部分もあるんですがえー、一番下のところ、ご覧ください。えー、国際基準に準拠した基準になっています。基本は、日本だけでなく、海外も似たような基準になっている。 そこがポイントになります。今日お話しする内容なんですが、えー、3ポイントあります。えー、まず最初にですね、えー、有機種類が JAS 法の対象になったということで何が変わったのか概要をご説明します。2番目として、えー、信頼性確保の、えー、について。えー、最後に、えー、これが一番、えー、皆さんにとってはプラクティカルな内容になるかと思うんですが、 勇気のお酒を輸入するにあたって、どのようなことが必要なのか、その概要をお伝えしたいと思います。まず、勇気のお酒が JAS 法の対象になったことの概要です。失礼しました。まず、勇気種類が JAS 法の対象になったことで、 えー、二つ大きな差が生まれあ、大きな違いが生まれました。一つは左側。2020年10月1日から、有機のお酒に有機ジャスマークの表示ができるようになりました。もう一つは、えー、右側の吹き出し。有機ジャスマークをつけるっていうことと、勇気という表示をすることっていうのはセットになっております。こういったことが、えー、ジャス法の中で定められたということになります。 まず左側のえ有機ジャスマークの方なんですけども、えー、今まではですね、有機種類についてはジャス法の対象ではなかったので、有機のお酒にジャスマークを付けることはできませんでした。他の加工食品、えー、他の農産物、他の畜産物については、えー、食品、えー、そういったもの、えー、お酒以外のものについては全てですね、 えー、勇気というためには、ジャスマークをつけることが必要で、有機ジャスマークをつけるための基準が、えー、定められておりましたが、お酒だけ対象外だったというところ。えー、なんですが、今回この去年の10月1日から、えー、お酒にも有機ジャスマークが表示可能になったということです。で、これに伴ってですね、下に書いたんですが、あの、これまで、 えー、他の有機加工食品の原材料として、お酒をお使う場合に、たくさんの量を使うことができなかったんです。なぜならば、お酒には有機ジャスマークがついていないので、えー、先ほどの説明で、えー、有機の 加工食品の JAS の中では、原材料95%以上が有機のものというふうに書いてますが、これは有機 JAS のものじゃないといけないという決まりでしたので、JAS マークがつかないお酒については、原材料として使ったとしても有機カウントすることができませんでした。この法改正があって、有機 JAS マークのついたお酒ができてきましたので、有機加工食品の 原材料としてお酒を使って有機と名乗ること、有機ジャスマークを付すことというのが可能になったというところです。次の有機ジャスマークと有機表示はセットですっていうところについては、次のスライドでえ概要を説明するとともに、詳細な表示の内容については次のコマ、次の次のコマでえ国税庁さんの方で説明していただきます。 えー、有機ジャスマスクと有機表示がセットだというところなんですけども、こちら、えー、有機については表示の規制がかかっております。この黄色い、えー、上側のところを読みます。農産物、畜産物、これらの加工食品は、有機ジャスマークがないと、有機、オーガニック、まあ有機、オーガニックだけではなくて、 その勇気やオーガニックと誤解されるような紛らわしい表示をすることはできません。で、これは自分たちが勇気というふうな表示をするだけではなくて、元々外国でオーガニック等々表示されたものを輸入してきてそのまま販売するっていうことも有機ジャスマークがないとダメだというふうになっています。 で、じゃあ、有機ジャスマークを付けるにはどうすればいいかという話なんですけども、えー、有機ジャスの認証を受けて、有機ジャスに適合した方法で生産や製造、輸入、等をするっていうことが必要になってまいります。で、こういった規制が始まる名称の表示を、えー、有機の名称の表示をするには、 え、有機ジャスマークが必要だということにはなるのは、お酒については2025年10月からということになっております。さて、次に、え、有機ジャスマークの表示について、え、信頼性確保はどのように行われているのかというお話をします。なぜ、え、先ほど申し上げたような表示の規制がかかるのか、 ジャスマークが必要、つまり認証が必要になっているけども、それはなぜなのかというお話です。この意義というのは、消費者の方が有機ジャスマークを見て、それに基づいて合理的な商品選択をする、そういうことができることになるというところに尽きるかと思います。これはですね、先ほど来申し上げた通り、他の国々やえ他の有機加工食品、 えー、農産物、畜産物についてもそうです、えー。それらと同様の扱いになっております。ちなみに一番下に書いておりますが、えー、表示規制が開始されたのは農産物や、えー、その加工食品については20年以上前から、えー、有機畜産物やその加工食品については、えー、3年ぐらい前ですね。そして、えー、今回、 有機種類については2025年10月から有機の表示規制が開始されるということになっております。さて、あの、有機と表示するためには有機ジャスマークが必要。有機ジャスマークをつけるためには有機の認証が必要という話をしました。で、ここで認証がなんで必要なのかというお話をしたいと思います。 えー、認証というのは、えー、要求事項を満たしていることを第三者が証明、実証する仕組みというふうになっています。これの意,味意義はですね、まず要求事項というところなんですけども、これは物差しのことです。えー、いろんな考えの人がいらっしゃって、そのいろんな考えに基づいて、えー、自,自分なりの勇気ということを言うのではなくって、えー 一定に決まった要求事項、基準というものがあって、それを満たしていることを、えー、自分だけこうだと思いますっていうことを言うのではなくって、第三者が公平で力量を持って、えー、実証、証明していく仕組み、それが認証です。この認証によって信頼性が確保されるということになります。その認証がどのような、えー、スキームになっているかの図がこちらです。 えこの色が変わっているところが認証事業者さんです。えー、この製造者さん等ですね。えー、そういった方が登録認証機関から認証を受けて、えー、その確認の上、認証がさ,れがされれば、えー、自ら自分の製品について JAS に適合していることを確認した上で JAS マークを貼ることができます。で、さらに、 えー、認証事業者さんを認証する登録認証機関の方も、えー、財務大臣、農林水産大臣の方から登録というのを受けます。で、登録の際には、えー、しっかり、えー、国際基準 ISO, IEC17,065 等の、えー、登録基準に適合しているかどうかということを確認を受けた上で、えー、この認証の業務ができるという形になっています。 ここのポイントは、このスキーム全体は、この JAS の法律の枠内で規定されているというところです。そしてこの図にあります赤字で書いた部分ですね。これは JAS の法令であったりとか、あと告示、そういったところで基準が国として設けられているというところを示しております。そして先ほどご説明した通り、 ISO, IEC 17065の基準に基づいてというふうなことを申し上げましたが、えー、国際基準に則っ,った形で認証が行われているというところもポイントです。じゃあ実際に認証を受けるため、えー、事業者さんが、えー、有機ワインとか作ろうと思って認証を受けるために何をすればいいのか。えー、皆さんであれば、 えー、勇気のお酒を輸入さするために認証を受けることが必要になることがあるかもしれません。そういった場合にどのような対応をすればいいのかというのを表したのがこの図です。えー、認証というのは一番上、えー、要求事項を満たしていることを第三者が実証、証明するということでした。このために何が必要なのか。ポイントは第三者が証明、実証するというところです。 なので、大切なのは一番下読み上げます。第三者が客観的に判断できるように、えー、事業者自身がいろんなことを示していかないといけない。そういったことが大切になってきます。えー、そのために必要なのが一番から四番までです。えー、責任者であったりとか担当者であったりとか、役割を決めて管理できる体制を取ること。 そして文書に従って管理すること。これは規定とかマニュアルとかそういったものを整備することっていうことになります。そして、証明であ、証明書であったりとか伝票であったりとか、そういう根拠になるものを提示できるように持っておくこと。そして、最後4番目すごく大事です。記録をしっかり残して、第三者に提示できるようにしておくこと。こういったことによって、 第三者が客観的に判断できるようになります。で、この1番から4番なんですけども、実はそんなに難しいことではありません。皆さんもご自分でしていらっしゃる業務のビジネス上の管理ですね、振り返ってみていただくと、割と対応していらっしゃることが多いんじゃないかと思います。 え、JAS の場合は、その JAS のために、有機 JAS のために必要な、この、こういった事項を基準として定めておいて、それを体系的にできるようにするといった仕組みになっております。これによって JAS による合理的な管理が、えー、可能になっております。で、こちらは、えー、と、先ほど申し上げた、認証事業者さんを、 え、認証する立場、登録認証機関の方が、えー、遵守しなければいけない基準になっております。これですね、簡単に申し上げると、あのー、公平性とか力量、公平性や力量や責任や透明性を持って、業務をやらなきゃいけない。機密も守らなければいけない。で、えー、認証業務は決められた通りに管理する。そして、 えー、しっかり継続的改善が必要な管理システムを持つといった形。で、えー、認証機関の方もこういった、えー、こう簡単に書いてますけども結構この、えー、条件大変で今日後からお話しいただくようなエコサートジャパンの、えー、皆様とかはこういった一つ一つの基準に対応して、えー、しっかりした形で業務を行っていらっしゃいます。そしてさらにですね、えー、 この認証期間についても、えー、この条件に合った形でしっかり業務を行われているかということについて、ファミックという独立行政法人がですね、あのー、こちらも、えー、国際基準に準拠した形で、えー、しっかり確認しております。それは、えー、登録の時だけではなくて、例えば更新の時、 そして年に1回が基本になりますが、調査プログラムに基づいて、えー、いろんな手法で確認を行っております。もちろん何か疑義が生じた場合についても、えー、農林水産大臣等の指示によって立ち入り検査が可能になっております。で、これも、えー、信頼性を確保する上で大変大切なことです。そして、えー、最後にですね、えー、この 皆様、有機種類を輸入する立場の皆様かと思います、えー。皆様が有機種類を輸入して販売する際に必要なことをかいつまんでご説明させ上げます。えー、オーガニック等と、す、え、で、ー、に表示されている有機ワイン等をですね、えー、輸入して、えー、そのまま販売するために必要なことは大きく分けて2つあります。 一つ目は、えー、外国で JAS の認証を受けたワイン等を輸入すること。二つ目は、えー、同等性の仕組みを、えー、利用することです。で、先に簡単に同等性についてご説明さし上げます。有機同等性という仕組みがございます。まずですね、えー、日本は有機 JAS マークがないと、 有機ジャスの認証を受けないと、えー、有機オーガニックの、えー、表示はできないというようなご説明を差し上げました。これは日本だけではなく、えー、諸外国も同様の規制になっております。で、有機同等性というのは国同士で、えー、有機の認証体制等について、えー、同等というふうに認めて、で、えー、もし有機ジャスの認証を受けていれば外国で有機として売れる。えー アメリカの認証を受けていれば、日本で有機というふうに名乗れる。そういったふうな形になっております。で、戻ります。1点目の有機認証、JAS 認証品を輸入するやり方の場合は、JAS マークがすでについているものを輸入します。外国の製造業者さん等が JAS 認証を取得して JAS マークを調布。 そして日本、この場合は日本の輸入業者の方は認証を取得することは不要です。えー、2番目の同等性に基づく輸入の場合は所定の証明書が添付されたものを輸入することになります、えー。同等国の正常者さんが同等国の認証を取得して証明書を添付すれば大丈夫です。 で、この場合、日本の輸入業者さんは JAS 認証を取得して、えー、証明書を確認して有識機 JAS マークを重複することになります。で、この2つの、えーえー、方法について、えー、後ほどお、エコサートジャパンさんの方からご説明があるかと思います。で、下の方にですね、えー、注意事項について書いておりますので、えー、読んでおいていただければと思います。 えー、ちょっと時間の方オーバーしてしまったんですけども、私の方からのご説明は終わりたいと思います。えー、次,からの表示に次からのご説明について、えー、この概要以上のことが、えー、ご説明されると思いますので、どうぞ、えー、楽しみにお聞きください。あありりががととうううごござざいいままししたた川様ども 続きまして有機種類の国際交渉の状況について国税庁酒税課酒類業振興輸出促進室国際交渉1係の池宮城よりご説明いたします、えー、国税庁で国際交渉の担当をしております池宮城と申します 私からはですね有機種類の国際交渉の状況についてご説明したいと思いますまずですねカナダとはですねすでに同等性を相互に承認しており今年のですの、ね、8月31日から有機同等性を利用してですね 有機種類をカナダから輸入することが可能となっております。その他の国、地域については、詳細はお伝えできないものの、EU や米国などですね、有機市場の大きい国や日本への有機種類の輸入が多い国を中心にですね、現在交渉中でございます。先ほどですね、農林水産省からの説明にもありました通り、 令和7年10月以降はですね、輸入有機種類も JAS マークの貼り付けがないとですね、オーガニックの表示することができないということになります。このためですね、輸入有機種類に JAS マークを貼り付けるには、外国の製造者等が JAS 認証を取得する、またはですね、輸入事業者の皆様が JAS 認証を取得した上で、有機同等性を承認済みの国、地域からですね、 入する必要がございます。またですね、現在複数の国、地域と交渉を進めているものの、種類のですね、有機認証制度はそれぞれ各国ごとに異なり、交渉には非常に多くの時間を要するため、令和7年9月末までにですね、同等性の承認に至らない国、地域の可能性もございます。このためですね、有機種類を輸入する事業者の皆様には、 有機同等性を利用した有機種類の輸入、販売を行うための JAS 認証の取得に向けた準備をですね、進めていただきつつ、輸入有機種類の製造者等にですね、JAS 認証を取得していただくことをご検討いただければと思います。私からの説明は以上となります。ありがとうございました。 続きまして、具体的な輸入業者が受ける影響と対応方針について、国税庁主税課業務係の徳武よりご説明いたします。国税庁主税課業務係の徳武と申します。よろしくお願いいたします。 私からは具体的な輸入業者が受ける影響と対処方針としまして、輸入した有機種類を国内で流通させるために必要な対応を中心にご説明いたします。私からご説明する内容は大きく4点です。1つ目は有機ジャス制度への移行後の輸入ワイン等への有機表示についてです。 農林水産省からの説明にもありましたように、有機、オーガニックなどの有機表示を、有機表示のある輸入種類を日本国内で流通させる場合には、ジャスマークを表示する必要があるなど、一定のルールが設けられています。ここでは、輸入したワインのラベルのパターンごとに、具体的な対処の方法をご説明いたします。 二つ目は JAS 法、有機 JAS 制度における有機種類の表示例として、有機表示に関し、表ラベルや一括表示欄においてご注意いただきたい点についてご説明いたします。三つ目は輸入種類を取り扱う事業者が安心して JAS 認証を受けることができる環境の整備として、JAS 認証を受けた輸入業者が表示する JAS マークについて、 信頼性をどのように担保していくかについてご説明していきます。四つ目としてご参考に有機ジャスの登録認証機関のうち有機加工食品の輸入業者の認証を行う機関の機関につきましてご紹介させていただきます。ではまず一つ目についてご説明いたします。次のページをご覧ください。 まず、この資料の見方についてご説明いたします。資料にワインのイラストが記載されていますが、輸入したワインが、この資料のイラストのような状況であった場合、国税庁国示においてはどのような取り扱いであったか、また、有機ジャス制度における取り扱いにおいては、有機同等性の承認のある国から輸入した場合と、 有機同窓制の承認がまだ行われていない国から輸入した場合のそれぞれの対応についてご説明してまいります。最初の事例は輸入時のワインのラベルに有機やオーガニックといった表示があり有機認証マークがない場合です。まず国税庁国示による取り扱い、下の青い欄ですけれども国税庁国示による取り扱いの場合は 日本と同等の制度を有する国から輸入,輸入する種類については、有機またはオーガニックといった表示を行い、流通させることが可能でした。次に,有機ジャス制度に、有機ジャス制度における取り扱いですが、結論から申し上げますと、流通させる場合には、有機ジャス制度に基づく手続きが必要です。 まず、有機同等性の承認のある国。先ほどご説明いたしましたが、現在のところ、カナダの一国ですね。有機、オーガニックの表示のある種類を輸入した場合、丸1または丸2の措置を行う必要があります。一つ目は、輸入種類の製造者。海外の製造者が、製造段階において、有機ジャスの認証を受け、 ジャスマークを表示することです。二つ目は、輸入業者が登録認証機関の認証を受け、輸入段階においてジャスマークを表示することです。輸入段階でジャスマークを表示する方法ですが、輸入,輸入業者自身が表示する場合と、輸入業者が海外の製造者にジャスマークの表示を委託して表示する場合の二つの方法がございます。 輸入業者として実施できるのは二つ目、丸1丸2の二つ目になりますが、登録認証機関の認証に当たりましては、農林水産省の認定する登録認証機関への申請など、事前に手続きが必要です。具体的な手続きの方法については、後ほど、日本養子輸入協会様よりご説明いたします。なお、米印、丸1丸2の下に米印、 に記載がありますが、有機またはオーガニックの表示を削除することでも流通させることができます。次に、有機同等性の承認を受けていない国から、有機、オーガニックの表示のある種類を輸入した場合ですが、こちらも手続きが必要です。こちらは、輸入種類の製造者、海外の製造者が製造段階において、 有機ジャスの認証を受け、ジャスマークを表示する措置を講じた場合には流通させることができます。輸入業者自身が、輸入業者ご自身でジャスマークを表示することはできません。なおこちらも有機またはオーガニックの表示を削除することで流通させることができます。次の事例に移ります。次のページをご覧ください。 この事例、この事例は輸入時点で有機、オーガニックの表示および JAS マークが付されていた場合です。国税庁国示における取り扱いですが、有機表示については前のページについて、前のページでご説明した通り、日本の有機 JAS 制度と同等の制度のある国から輸入する種類については、有機やオーガニックといった表示が可能とご説明いたしました。 一方、JAS マークにつきましては、令和4年9月末までは、種類は有機 JAS 認証の対象外であったため、JAS マークを表示してはいけませんでした。有機 JAS 制度における取り扱いですが、結論としては有機 JAS 制度に関する手続きは不要です。ここでは JAS マークが表示されるケースについてご説明いたします。まず、有機同等性の承認が、 ある場合、次の二つが考えられます。一つ目は、海外の製造者が製造段階において有機 j a スの認証を受け、ジャスマークの表示を行った場合です。二つ目は、登録認証機関の認証を受けた輸入業者が、輸入前に海外の製造者にジャスマークの情報を委託した場合です。 一方、有機同等性の承認がない場合、海外の製造者が製造段階において有機 JAS の認証を受け、JAS マークを表示した場合です。次の事例に移ります。次のページをご覧ください。この事例には、種類に有機オーガニックといった有機の表示ですとか、JAS マークの表示、 はありませんが、海外の有機認証マークが表示されている場合です。左から順に、カナダの COR 認証、アメリカの USDA オーガニック認証、EU のオーガニック認証。これらはそれぞれの国、地域において認証を受けることにより表示することができます。 国税庁国事による取扱いですが、輸入種類の製造者、海外の製造者が海外における製造段階において、それぞれの国と有機制度の認証を受けている場合、輸入業者はこのマークが付された種類の輸入と日本国内での流通が可能でした。有機ジャス制度における取扱いですが、結論としては有機ジャス制度に関する 手続きは不要です。有機同等生の承認の有無を問わず、海外における有機認証マークの表示が可能です。ただし、米印にもありますように、有,有機同等生の承認のある国から輸入した種類については、JAS マークを表示することができますので、消費者の適切な商品選択の観点から、可能な限り、 登録認証機関における認証を受けた上で JAS マークを表示することが望ましいと考えられます。なお、カナダの COR 認証とアメリカの u s d a オーガニック認証のマークの中にオーガニックの文字が記載されています。二つ前の丸一の事例の説明の際に JAS マークの表示がない場合には オーガニックの表示を削除することで流通可能というふうに説明いたしましたが、このロゴの中のオーガニックの文字はあくまでロゴの一部ですので、このロゴやロゴの一部を削除する必要はありません。このまま流通することができます。次の事例に移ります。次のページをご覧ください。 この事例は、有機、オーガニックといった有機表示の他に、先ほどご紹介した海外における有機認証マークが付された種類についてのケースです。国税庁告示による取り扱いですが、有機表示についてはすでにご説明した通り、日本の有機ジャス制度と同等の制度のある国から輸入する種類については、有機、オーガニックといった表示が可能。海外における 有機認証マークにつきましても、輸入種類の製造者が海外における制度段階において、その国の有機制度の認証を受けている場合、輸入業者はこのマークが付された種類の輸入と日本国内での流通が可能でした。有機ジャス制度における取り扱いですが、結論としては有機ジャス制度に関する手続きが必要です。 の事例でご説明した方法と同じ措置を講じる必要があります。まず海外における有機認証マークですが、先ほどご説明した通り、有機同等性の承認の有無を問わずそのまま表示可能です。海外の有機認証マークはそのまま表示可能です。ただし、有機の表示、オーガニック、有機の表示がございますので、有機ジャスに関する手続きが必要です。 1> 丸1でご説明したように、海外の製造者が製造段階で有機認証を受け、JAS マークを表示するか、輸入業者が登録認証機関の認証を受け、輸入段階で JAS マークを表示する必要があります。輸入業者が JAS マークを表示する方法は、ご自身で表示するか、海外の製造者に JAS マークの表示を委託するかのどちらかになります。 なお、有機またはオーガニックの表示を削除することでも流通させることができます。同等性の承認のない国から輸入した場合も同様に手続きが必要で、輸入種類の製造者が製造段階において有機ジャスの認証を受け、ジャスマークを表示する必要があります。こちらも有機オーガニックといった表示を削除することで流通させることができます。 最後の事例です。次のページをご覧ください。この事例は、有機、オーガニックといった有機の表示、JAS マークおよび海外における有機認証マークが表示されたものです。国税庁国示による取り扱いですが、JAS マークについては、種類は有機 JAS 制度の対象外でしたので、令和4年9月末までは表示できませんでした。 有機の表示及び海外における有機認証マークについてはこれまでご説明した通り表示することができました。有機ジャス制度における取り扱いですが結論としては有機ジャス制度についての手続きは不要です。こちらは丸2で説明した内容、ご説明した内容と同様ですね。有機同等性の承認の有無を問わずに輸入時点でジャスマークの表示の措置が講じられておりますので 日本国内での流通または販売を行うことができます。理由については説明が重複しますので割愛させていただきます。以上、留意すべき5パターンについてご説明してまいりました。次に、有機ジャス制度における有機種類の表示例、表ラベルや一括表示欄の表示方法についてご説明いたします。次のページをご覧ください。 こちらは国内で製造された製酒についてジャスマークを付した場合の表示方法です。まず表ラベル、〇〇正宗の右横に有機純米銀醸酒の記載があります。有機種類には加工食品の一般的な名称の前後に有機の文字を表示することとなっております。ただし、 ここに有機日本酒ですとか有機聖酒と表示することはできません。日本酒や聖酒といった品目は種類業組合法に基づいて指定がある文字ですので、品目の前後に有機の文字を記載することはできません。次に、枠内の一括表示欄について、品目欄に聖酒と記載してありますが、 先ほどご説明したように、こちらに有機生種と表示することはできません。ただし、生酒の後ろにカッコ書きで、カッコ有機農産物加工種類と表示しても差し支えございません。こちらは国税庁国示により表示が認められていたもの。で、すでに一般的な名称となっておりますので、すでに一般的な名称となっていると認められることから、 引き続き表示することができます。生種の後に括弧書きで有機農産物加工種類と表示しても差し支えございません。原材料については有機米や有機米麹など原材料の前後に有機の表示をすることとなっています。ここまで国内で製造された生種の表示について説明してまいりましたが、次に輸入種類の有機の表示方法について説明してまいります。 次のページをご覧ください。まず表ラベルにオーガニックと表示されていますので、令和7年10月以降、日本国内で流通させるためには JAS マークの表示が必要です。次に裏ラベル一括表示欄をご覧ください。まず品目についてですが、 品目果実種と記載がございますが、ここに有機果実種と表示することはできません。有機果実種,有機果実種と表示することはできませんのでご注意ください。また、表ラベルにも同様に有機果実種とは表示できません。ただし、一括表示欄ではなく、表ラベルに表示があるように、オーガニックワインですとか、有機ワインですとか、そういったような表示をすることはできます。 なお品目の表示にあたっては、果実種の文字の後ろに、カッコ有機農産物加工種類。果実種の後ろに有機農産物加工種類と表示しても差し支えないこととなっております。ここまでご説明した内容をご参考に、今後は輸入種類についてご対応できたらと、ご対応いただけたらと思っております。次のページに移ります。 ここでは輸入種類を取り扱う事業者が安心して JAS 認証を受けることができる環境の整備についてご説明してまいります。輸入業者が安心して JAS 認証を受けるにあたっては、有機 JAS 制度自体が商品を選択する消費者のみならず、皆様のように有機種類を取り扱う事業者にとっても信頼性が確保された制度であることが重要であります。 せっかく加入された有機ジャス制度が何の取り締まりもされず意味をなさないものであった場合、ジャスへの信頼性が確保されず消費者や事業者もジャスを選択しないのではないのでしょうか。有機ジャスの有機ジャス制度の信頼性の確保に向けて農林水産省及び国税庁においては適切な制度運用及び取り締まりを実施してまいります。例えば、 例として記載がございますが、国税庁においては、市中に流通させる種類の買い上げ、成分,分、買い上げを行い、成分分析などの調査を行ってまいります。買い上げ調査の際に、あの、有機の表示なるラベルの場合には、有機表示で、有機表示をなされる際に添加することが可能である成分の分析を行って、 有機が表示できるものかどうかについて分析してまいります。その下の枠内をご覧ください。こちらは有機ジャス制度に規定のある罰則です。輸入業者が有機オーガニック、またはこれと紛らわしい表示、ジャスマークが付されていない輸入された商品を販売し、販売の委託をし、または販売のために陳列を行った場合で、 これについて、主務大臣が除去命令を行ってもなお、この命令に違反し、不当な行為を続けた場合、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金の対象となります。輸入種類の販売業者が、このような種類の販売をした場合のほか、飲食店を経営する事業者が、飲食店において顧客に対し、 ボトルのまま種類を提供する場合も、この規定に違反した場合は罰則の対象となりますので、十分ご注意ください。また、罰則が1年以下の懲役となっておりますが、この規定に違反し懲役刑になった場合、種類販売業免許や種類製造免許の取り消し要件に該当し、免許が取り消される場合があります。有機ジャス制度について、 このような違反があった場合、重たい処分となる場合がございますので、十分ご注意ください。このような制度運用取り締まりの実地により、輸入種類を取り扱い事業者が表示する JAS マークへの信頼性が担保されることで、消費者が安心して有機種類を選択することができるようになります。これにより、輸入種類を取り扱う事業者と、 消費者の双方にとって、望ましい市場が確立されるものと考えております。次のページをご覧ください。最後に登録認証機関について説明し、登録認証機関についてご紹介します。この一覧は、有機 JAS の登録認証機関のうち、現時点で種類を含む有機加工食品の輸入業者の認証を行う機関です。 各認証機関の自己 PR や料金の目安については、農林水産省ホームページに掲載しておりますので、登録認証機関の選択にご活用ください。以上で私からの説明を終わります。続きまして、具体的な JAS 認証の手続きの方法について、 日本要収入協会専務理事岸様よりご説明いただきますそれでは岸様どうぞよろしくお願いいたしますただいまあのご紹介いただきました日本要収入協会専務理事の岸とございます、えー、当セミナーにご参考いただきまして大変ありがとうございます 本題に入る前に若干その私どもの協会についてお話をさせていただければと思います。私どもの協会は、昭和34年4月3日に、用種の輸入促進や、まあ、需要拡大、あと、円滑な輸入業務の推進を目的として、まあ、設立をされまして、まあ、本年で64年目でございます。会員は、輸入用種を取り扱う業者26社でございます。 まあ最近の活動でございますが、乳、え、幼、ー、種の需要喚起や輸入の促進を図っておりまして、えー、EU とか英国、モルドバですね、えーまあ、ここはあのモルドバのウクライナの隣の国でございますけれども、えー、の政府からお話を依頼を受けてですね、その国の製造業者の方に日本国内の市場の動向や、まあ、特徴ですか、 そういったことをお話をしているというような取り組みもしております。また、お酒はどうしても飲むと酔っ払ってしまうとか習慣性ございますので、やっぱりそういったことを意識して飲むということが大事でございますので、適正飲酒の活動ということで、推進すと活動を他の団体もございますので、協力しながらやっているところでございます。 すると、今大きく取り組んでいるのは、まあ、輸入種類特有の問題でございますが、製造ロット番号の問題というのがございます。この番号は製品の,その製造単位ごとで付けられているシリアル番号みたいなものでございますが、当然消費者と製造者をつなぐものでございます。この番号は当然食品の トレーサビリティにも必要不可欠でございますが、日本では表示の義務付けがないため、この番号が削除された誘品が市場に出回っているところでございます。この番号の表示義務については、EU をはじめ OECD 諸国の大半で義務付けの表示がされておるところでございまして、アフリカ、アジアなどでも徐々に広がっているという話を聞いております。 まあ当然、この番号がなければ取ビリテでできませんので、そういった意味で消費者の安心、安全を脅かし、種類への信頼を損ないかねない問題であるというふうに認識して取り組んでいるところであります。ご興味のおありになる方は、私たちのホップページをご覧いただければと思います。 ちょっと緩みをしましたが、えーまあ、本題の話に戻っていきますが、えー、今まであの農水省様国土庁様がお酒の有機ジャス制度についてご説明をされてまいりましたが、まあ、簡単に申し上げれば、えー、製品に有機やオーガニックという表示をして販売する場合には有機ジャスマークを添付しなければいけないということでございます。 えーまあ、原則はあ、輸出する国の事業者の方がお付けになるということでございましょうが、えー、同等性のあるという、まああ、国については、えー、国内の輸入業者の方が添付することができるというふうになっているわけです。ただし、そのためには、登録認証機関がございますので、そこから、に申請をして承認を受けると、えー。それで1年ごとに更新を受けるということになると思いますが、まあ、そういったことが前提になって、 でおります私どもの協会でも、えー、勉強会を企画するなど、あるいは農水省様のホームページにございます、Q、Q&A とかハンドブックの、えー、輸入業者にかける部分を抜粋したりとかしたものや、あるいはあの登録機関のホームページに来まして、えーまあ、費用ですね、認証費用について、まあ、整理したものを会員に配布するなど、えーまあ、集中を制度の周知を今、図っているところでございます。 そういった中で少し感じているところとしては、やはりこの新しい制度、国税庁の告示よりもですね、複雑な仕組みだなという感じがしております。それに、それとましてですね、適切な業務管理、製品管理が求められているということで、ユーキジャスマークにつきましても基本的には、その貼った枚数を数えなきゃいけないとか、そういう業務もございます。 一方、法律とか告示に加えまして、先ほど申し上げました、提供されているパンフレット、Q&A やハンドブックでございますが、内容的に見ますと、制度利用に関するサイト意見の情報が載っておるということと、どうしても当然、メインは、 日本の農業の生産の方とか、加工業者の方が中心になってますので、どうしても輸入業者に関するものが少ないのかなと。あと、まあ、制度に関する具体的な手続き、実務に関するものってのは、やはり、まあ、多くないような印象でございます。で、これだけではなかなかですね、一定の人的なコストを投入して、あるいはお金をかけて、この制度を活用するか、なかなか悩ましいところがあるのかなというふうに思っています。 お,りますえー、おそらくご参加をされている皆様の中には、まあ、輸入業者の方でつ、えー、けるんであれば、そのつけた有機ジャスマークをつけたものを輸入すればいいんではないかという,ふうにお考えかもしれませんが、 まあ消費者の思考の変化もございますし、有機食品の市場は拡大しているというふうに聞いております。まあ、そういった中でですね、ご自身でマークを貼るということで、ま、輸入するその輸入品の選択が幅が広がるとか、ご自身でやりますからスピーディーに対応できるといった点も考えられるのかなと思っております。これからですね、種類のお酒の輸入業者に特化した 有給種類の JAS の手続きなどについてご説明をさせていただきますが、えー、私どもよりも適任と思って、東京会が勉強会の講師をしていただきまして、まあ、登録認証機関で数々の実務等々を手掛けていらっしゃるエコサートジャパン様にそこの方はお願いをしております。えー、ぜひお話をお聞きになりまして、この制度を活用するかどうかのご参考にさせて,していただければ、 大変ありがたいなというふうに思っております。えー、私は、私の話は以上でございますが、えー、エコサウン様に後を引き継がせ,せていただきます、えー。よろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。 ただいま、日本洋酒輸入協会の岸専務理事からご紹介いただきました、エコサートジャパンの吉沢でございます、えー。ここからはですね、有機 JAS 認証の取得プロセスということで、えー、お話をさせていただきたいと思います。ちょうど、えー、このセミナーが始まりまして、1時間ほど経過しまして、皆さん、 情報でお腹がいっぱい、頭がいっぱいになってきたと思いますんで、ちょっとだけお話をさせていただきます。えっと、この写真にあります建物はですね、えっと、エコサートの本社になります。えっと、今、ラグビーのワールドカップがフランスで開催されていますけれども、その日本代表が、あの、あの、ベースキャンプ地となっております、トゥールーズの近郊にあります。えー、まあ、木とか藁を使った いわゆる究極のエコビルディングと、あの、我々の本社は自負しておりますけれども、まあ、こんなところに会社を設けている会社になります。それでは、簡単にエコサートジャパンに関してのご説明をさせていただきます。 ま、エコサートジャパンはですね、えっ、ー、と、まあ、東京に、フランスに本部はあるんですけれども、エコサートジャパン自身は東京都の中央区新川、まあ、茅場町で食品であったりお酒の会社が非常、非常に多い場所に立地しております。設立は2000年ですので、実は23年以上、実は日本で有機認証のサービスを提供している会社になります。 まあ、先ほど申しましたけれども、我々はエコサートグループ、まあフランスにあるんですけれども、の100%子会社という立ち位置にあります。で、我々の提供しているサービスとしましては、有機ジャス認証。まあこちらはですね、日本国内の事業者様に加えて、我々世界グループ20、20カ国でですね、有機ジャスサービスの認証を提供しております。 で、合わせてですね、認証事業者数が約延べ760というところで、まあ日本の有機ジャス認証における、えっ、ー、と、リーダー的な役割なのかなというふうに考えております。で、合わせて我々食品以外にでもですね、化粧品の認証では圧倒的なシェアを持っておりまして、まあコスモス認証というもの、えっ、ー、と、オーガニックコスメの中では、まあ圧倒的なメジャーな知名度を持っているものでございますけれども、 まあ、こちらが日本国内で、まあ、約80%のシェアを持っているという会社になります。その他ですね、まあ、先ほど説明の方にも出てきましたけれども、まあ、あの、e、EU 向けの認証、まあ、あとは USA 向け、アメリカ向けの認証であったりですね、あとは昨今、非常に需要が多いんですけれども、オーガニックコットンを含めたですね、 え、オーガニックテキスタイルの認証などを提供している、まあ我々で言います、総合認証の総合サービスプロバイダーという形で我々は事業を展開しております。で、お酒に関してはですね、こちらのあの有機ジャスの法律が種類に関してできる前にはですね、国税庁の表示基準に基づいて、 エコサートジャパン独自の認証サービスというのを過去から提供してきたという経緯がございますので、えー、お酒に関する認証というところに関しては経験と知見がございます。で、まあ、これは皆さんあまりご覧になられたことある、ないかと思うんですけれども、実はですね、毎月8日オーガニックというものをですね、約3年以上、えー、エコサートとあとジャス協会さん、 あとは、大田市場にあります大春さんっていう野菜の中卸さんと3社でこう考えて始めたものなんですけれども、毎月8日の入る週をですね、オーガニックの日として協力いただいているスーパーでは、まあ、お店の前面にオーガニックコーナーを設けていただいたりしてですね、まあ、日本のオーガニックの認知度を上げていこうということで、まあ、地味に活動しておりますけれども、 えー、昨年、緑の食料システム法案というものが、農水省が、えー、法律を、まあ、あの、作られてですね。まあ、その中でもこちらが取り上げてられておられております。で、もともとはこちらは食品をメインにこう考えられたものなんですけれども、まあ、オーガニックの市場、まだまだ日本では小さいですので、 お酒も含めて、化粧品も含め、繊維も含め、まあそう、全体的にオーガニックを盛り上げていく仕組みになっていければなというふうに考えております。それではですね、こちらから、ここからはですね、私どもの有機認証部のですね、遠藤の方から具体的な認証の手続きというところに関して説明をさせていただきます。 以上で私の説明を終わらせていただきます。ありがとうございます。エコサートジャパン、えー、有機食品認証部の遠藤と申します。よろしくお願いします。えー、私の方からは、はい、えっ、ー、と、大きく、 二点ですね、えー、説明させていただきます。一、えー、つは、ジャス制度の概要と有機種類の輸入ということで、今まで、あのー、制度の説明がございましたが、じゃあ実際に、えー、有機の種類を輸入する方たちがですね、えー、何をすればいいのか、どんなアクションを取ればいいのかというところについて、えー、解説させていただきます。で、二、えー、点目の方はですね、えー じゃあ、あの、勇気の認証、JAS の認証を取得、えー、しようと思ったときに、えー、どのような手続きで、えー、プロセスで、えー、進めればいいのかという2点について、えー、解説させていただきます。はい。まあ、あのーえー、制度のおさらいをしつつ、じゃあ、アクションをどうすればいいかということに、えー、スライドを作っております。こちらは、えー 有機種類に関する、j、え、a、ー、ジャスの動向について、えー、です。で、えっ、ー、と、有機加工食品の日本農林企画の中で有機種類の認証が可能となりました。でえー、去年の、えー、10月1日から、えぇ、ー、の認証、ジャスとしての認証がスタートしておりまして、で、えー、まあ、今年の4月には、えーえー ワイン、オーガニックワインを、えー、で使われる、えーまあ、添加物がですね、JAS の中で、えー、使用可能となって、まあ、実,実質的に、えー、ワインの方もオーガニック JAS、えー、として、えー、認証が可能となってきております。えー、それから同等性の、えー、相互承認による、えー、輸出入については、 もうすでに解説されていますが、カナダについては、有機種類について同等性を承認されているという状況です。はい。で、えと、有機ジャスとしての表示の義務化については、2025年の10月1日から義務化となります。 はい。えっ、ー、と、こちらも、えー、JAS の、えー、中での、えー、認証の枠組み、認証の対象、まあ、どこが認証を取らなきゃいけないのかということを、えー、表した、えー、図となっております。まあ、基本的な考え方としては、まあ、この図の、えー、例えば、えぇ、ーまあ、トマトケチャップに、えー、有機勇気のトマトケチャップを作って JAS マークをつけるといった場合は、えー、食品の え、工場ですね。工場が認証の対象となります。で、さらに、えー、その原料である、まあ、トマト、有機のトマトを作っている、えー、生産者もですね、認証が必要になってきます。なので、えー、まあ、最終製品を作る、えー、工場と、えー、その原料を作っている生産者が、えー、ジャスの認証を取得しなければいけないというのが、まあ、基本的な考え方となっております。 で、えぇ、ー、同等性を利用することによって、えぇ、ー、ま、これは、このずあっ、えー、こちらのスライド、失礼しました。はい、えぇ、ー、こちらのスライドは、えぇ、ー、海外、えっ、ー、と、EU から輸入するということを前提として、えぇ、ー、示した スライドなんですけども、同等性を利用することによって、EU にある食品工場、EU 認証を受けている食品工場、EU の認証を受けている生産者がいて、マークが付けられてくるものを輸入して、国内の輸入業者がですね、認証を受けた輸入業者がジャスマークを付けて、 まあ、国内流通することができるという仕組みとなっております。はい。で、えー、アクションとしては、その、同等性を利用するという,、えー、いう方法と、えー、同等性を利用せずに輸入して、えー、ジャスマークを付いた製品を流通させるという方法の、まあ、二つが、えー、ございます。<laughs> はい。で、まず、え同等性を利用した輸入については、え有機種類の、え承認状況に応じたアクションが必要となってきます。今のところ、え有機種類について、え承認済みの国は、えカナダとなっておりますので、カナダについては、同等性の、え仕組みを利用して、え認証を受けた、え輸入業者が、え ジャスマークをつけて、えぇ、ー、輸出させることが可能となっています。で、えっ、ー、と、承認予定国、えー、アメリカですとか、EU, EU ですとかあ、については、えー、承認が、えー、でき次第、えー、輸入業者がジャス認証を取得することに、輸出することができるということになります。えー、それから、同等性を利用せずに輸入するという方法なんですけども、これは、えー 海外にある事業者が有機ジャス認証を直接取るという方法です。でえー、と承認、同等国の承認の対象となっていない国というのはこの方法が必須となりますま、えー。ワインの産地で言いますとチリですとか、まあ、南アフリカが、えーまあ、その例となります。でまた、あの、 この、えー、承認済み、もしくは承認予定国についてはですね、えー、有機、えー、原料農産物の、えー、ジャス認証は省略可能となっています。まあ、ここについては次のスライドでもうちょっとわかりやすく説明させていただきます。はい。えー、同等国から輸入する例として、えー えー、作ったスライドです。えー、まあ、EU を例にとっています。で、えっ、ー、と、ワインですね。ワインを想定してちょっとスライドを作らせていただきました。えー、EU で、えっ、ーと,えー、と、承認を得た場合という、えー、想定で、えー、見ていただければと思います。まあ、その場合ですと、えー、ブドウの生産者、えー、それから、えー、ワインの工場は、えー、EU 認証を受けていると。 いうものについては、えー、日本で輸入業者の認証を取得した事業者が JAS、えー、マークをつけて、えー、販売することができます。で、えっ、ー、と、EU においては、す、え、で、ー、に有機農産物、まあ、あと有機加工、有機農産物加工食品について同等性をすで、えー、にですね、えー、結んでおりますので、そ,そちらの同等性を、えー、結ぶことで、えー、利用することで、 えー、EU にある、えー、ワイン工場がですね、まあ、直接認証する場合は、原、えー、業の、えー、ブドウの生産者まで JAS、えー、の認証を取得するということはあの、省略することが可能となります。 はい。えっ、ー、と、こちらのスライドは、えー、同等国以外、ま、ま、今後しばらく同等性の承認は、えー、結ばないであろうという国からの、えー、例を示しております。ま、ワインを想定するとチリですとか南アフリカなんかが、えー、該当しますまず。ま、これらの国においては、えー、もう直接、えー、現地が、え a、ー、ジャスの認証を、えー、取得する方法しかございません。 でその際ですね、えっ、ー、と、ワインの、まあ、最終加工する工場だけではなく、えブドウを、えー、生産する、原料生産者も、えー、有機ジャスの認証を取得することが必要となっていきます。はい。で、まあ海外で有機ジャスの認証を取得する場合、えー、海外で、えぇ、ー、ジャスを、えジャス認証できる認証機関に申請するということが必要になってきます。 はい、エコサートジャパンでは、えー、エコサートグループオフィス、えー、が、えー、ございまして、約、えー、20カ国でですね、ユ、えーキジャスの、えー、申請を受け付けることが可能ですであのち。エコサートチリ、エコサート南アフリカというのがございますので、えー、そちらを経由してユーキジャスの認証を取得することが可能となっております。 はい。こちらのスライドは、えー、輸入品の対応、えー、輸入業者の JAS の認証を取得する方法にあたっての、えー、とまとめを示したものです、えー。ポイントとしましては、えー、有機 JAS の認証カテゴリーというのがございまして、えー、有機加工食品の輸入業者というカテゴリーでの認証となります。認証と認証対象となる場所、 なんですけども、えー、管理主体である輸入者と、えー、輸入した、えー、ものをですね、えー、受け入れ保管する施設、まあ、倉庫、えー。それで同等国にある、えー、メーカーからですね、えー、直接輸入する場合が条件となります。これは何を示しているかと言いますと、えー まあ、た、例えば、えー、フランスからですね、フランスでできたワインを輸入するにあたって、フランスから直で、えー、輸入するのであれば、この、えー、同等性を利用することができるんですけども、えー、フランスから一度あの、シンガポールですとか、えー、マレーシアですとか、あの、同等性のない国に一度渡ったものを間接的に輸入する場合はですね、えー、利用できないということになっています。 で、えっ、ー、と、有機ジャス認証を取得した、えー、輸入業者が有機ジャスマークを、えーまあ、は貼り付けて流通させることが可能です。えーまあ、ただ、あの、現地の事業者に有機ジャスマークを調布、えー、委託することも可能となっております。はい。この方法によるメリットとデメリットなんですけども、えーまあ、現地のメーカーが え、現地の認証、EU にあるメーカーが EU 基準の認証を取得していれば、え、現地の、え、現地でわざわざ JAS の認証を取得することは不要というところ。え、それから、え、国内の、え、輸入業者、認証を取った輸入業者にとっては、え、同等国にあるメーカーと、え、幅広く取引が可能というところかと思います。え、デメリットとしては、え、 輸入業者が認証を取得するための、えー、コストが、えー、かかってきます。まあ、金額的な部分と、えー、手間的な部分とかかってきます。それから同等国以外からの輸入品に対しては、えーまあ、この方法は有効ではないということになります。はい。こちらのスライドは、えー、輸入業者 のジャス認証を取得する、えー、時のですね、イメージ図です。まあ、先ほど、えー、管理主体と、えー、受け入れ保管施設、えー、倉庫を一体的に、えー、認証するということをお伝えしましたけども、まあ、あのー、輸入者と、えー、倉庫、まあえー、具体的なのは保税倉庫になるかと思うんですけども、が一体的にですね、グループとしての認証と、一つの認証を取っていただくということになります。 はい、えー。こちらのスライドは、えー、現地事業者が直接 JAS の認証を取得すると、えー、いうことについての、えー、ポイントと、えー、メリット、デメリットをまとめたものです。うん、現地の事業者が、えー、認証する際はですね、まあまあ、ワインであればワインのメーカーですね、えー、については有機加工食品の外国生産工程管理者という分類の認証を、えー、カテゴリーの認証を取っていただくことになります。 また、あの、ブドウの、えー、生産農家については、有機農産物の外国生産工程管理者の認証となります。はい。で、えー、同等国の、えー、メーカーは、えー、同等国の認証原料を使用することが、えー、可能となっております。えー、同等国以外の、えー、輸入品は、えー、この方法のみとなっています。まあ えー、チリリのワインですすととか、えー、南アフリカななどが例となります、はいえー、この方法によるメリットなんですけども、えー、国内の輸入業者にとってはわざわざ有機、えー、JAS の認証は取る必要はないというところ、えー、それから現地の事業者にとっては、えー、現地が直接 JAS 認証を取得すれば、えー、国内のいろんな、えー 自動車にですね、取引、アピールすることができるということかと思います。デメリットとしては、現地自動車に有機ジャス認証にかかる負担がやはりかかってきます。国内輸入業者にとっては、まあ、幅広い取引ができないと。まあ、あの、ワインを、オーガニックのワインを輸入したいといったときに、認証を受けている自動車をこう探さなきゃいけないということになります。 あと、えー、直接認証するにあたっては、えー、同等国の基準上、えー、認められる、えー、添加物であっても、有機ジャスの基準においては、えー、使えない添加物もあったりするので、まあ、そこはちょっと注意が必要な点です。はい、えー、こちらの表は、 まあ今、説明させていただいた内容をですね、えー、表とさせていただきました。<coughs> まあ同等まあ、すでにその農産物、えー、農産物の加工食品で同等性を承認している、えー、国であれば、まあ、将来的に同等性を利用した方法で、えー、ジャスマークをつけて流通できる可能性があります。 それから、現地の事業者が、直接 JAS の認証を取得する場合においては、ワイン工場、まず、えっと、現地のワイン工場、酒を作る場所が認証が必要になってきていて、農産物、ブドウ生産者のにおいては、現地の認証だけでいい。JAS の認証は不要というところです。同等性のない国においては、 え、ま、同等性は利用できないということと、ま、え、ワイン、工場、え、ぶどうの生産者、両方とも JAS の認証が必要になってくるということです。ま、この状況を踏まえて、え、皆さん、え、輸入者たちはですね、輸入者の皆さんは、え、対策を取ることが必要かと思っております。ま、取引しようとする、え、ところが、同等性を利用する 可能性はあるかどうか。それから、えー、同等性の承認が、えー、2025年9月末までに間に合わない、えー、リスクはあるかどうか。あるのであれば、現地が直接認証を、えー、取得するという方法も考える必要があると。それから、取引する現地事業者の数はと。まあ、同等性を利用して、輸、えーえー、入業者の認証を取得すれば、 広くですね、えーえー、取引が、えー、できる可能性があります。それから、えー、輸入業者の認証のコストと、えー、現地事業者の、えぇ、ー、ジャス認証のコストについても、えー、踏まえた上で、えー、どちらが有効なのか、まあ両、併用するのか、ということをですね、活用いただければと思います。はい、え二、ー、つ目。 なんですけども、じゃあ、あの、輸入業者の認証を取得したいといったときの手続きについての説明となります。はい。こちらは、認証申請の流れを簡潔に示したものなんですけれども、まず申請をしていただく必要がございます。 申請にあたっては、認証機関が用意している書式ですとか、あとは、それ以外の添付書類などをですね、書面で提出していただくことになります。提出していただいた書面について、書類審査を行い、書面上、有機 JAS の基準にですね、適合するかどうかを確認します。 で、ま、それをクリアしましたら、実地検査。検査員という資格を持った者が訪問します。輸入業者の方の場合は、輸入業者のオフィスと、あとは使用する倉庫ですね、に訪問して検査を行います。検査を行うにあたっては、ま、現場確認と、 あと、えー、書類上の、えー、運用について、まあ、今後認証して、えー、運用できるかどうかというところを、えー、確認します。で検査員は、えー、その検査報告書というのを作成します。でその検査報告書に基づいて、えー、判定員というまた別な立場のものが、えー、最終確認を行います。 実地検査、この判定において、基準上、JAS の基準上、適合しないことがありましたら、それは不適合として通知します。ただ、その不適合に対して、改善の措置が適切になされれば、最終的に、認証することが可能ということになります。 はい。まあ、これが認証するまでの流れなんですけども、えー、認証を受けた後もですね、えー、まあ、年一回このサイクルを、えー、繰り返して、えー、その、認証の運用のですね、適切な維持を認証と、認証機関として確認することになります。はい。えー、輸入業者の、えー、有機ジャス認証に必要なことですが、えー、 まあ、大きく三つ示させていただきました。細かいところはあるんですけれども、ポイントとしては三、えー、つ、えー。まず一つは、えー、施設ですね、まあ。輸入業者にとっての施設というのは、えー、受け入れ保管施設。まあ、えーまあ、お酒の、えー、輸入に関して言うと、えー、まあ、保税相互に当たるかと思いますが、えー、そこでの、えー、管理についてですね。 あ、えーと、受け入れ保管施設というものを持つということが条件になります。はい、えー、受け入れ保管施設では、えー、ジャス有機 JAS 対象の、えー、ロットのチェック、輸入したもののですね、えーえーまあ、表示であったり、秒であったりの確認をすると、えー。それから、えー、有機 JAS マークを重複するという作業を行います。 それから、保管施設での防虫防素の実施方法についても、JAS 上のですね、基準というのがありますので、それに則って運用していただくことが必要となります。考え方としては、基本的には物理的な防除ということ。で、虫、ネズミの対策として、薬剤については制限がございます。 それから手順書を用意しなきゃいけないということ。えー、内部規定というものと、えー、格付け表示規定という二つですね、えー、を作成しなきゃいけないと、えー、いうことになっております。内部規定というのは、えー、輸入品の受け入れ保管、JAS の適合するものとしての、えー、受け入れ保管に関する、えー、手順書ということになります。で、その中で、えー ポイントとなるのは、えー、輸入ロットごと、輸入する都度ですね、外、えー、国政府証明書というものを確認しなければいけないというところです。えっ、ー、と、次のスライドで、えー、もうちょっと詳しく、えー、説明したいと思います。えー、それから、格付け表示規定というものは、えーまあ、受け入れ保管、えー、施設で JAS、えー、マークを え、重複することになるわけですけども、その、えー、枚数の管理ですとかに対しての、えー、管理手順というものを作成、策定しなきゃいけないということになっています。それから、人員、まあ、必要な、えー、役割を持った人をですね、配置しなければいけないということも要求されております。えー、まあ、ひと、まあ、つは、受け入れ保管責任者という役割。 え、輸入品の受け入れ保管、まあ、全体に関しての責任者となります。というのを置かなきゃいけないということになっています。で資格要件もありまして、食品の流通の経験、まあ、実質的に2年以上、えー、あれば良いということが一つの条件。それから、えー、認証機関が指定する、えー、ジャス講習会の受講というのも、えー、求められます。 えー、もう一つの役割として、格付け表示担当者というものを、えー、置かなければいけないということになっています。役割としては、有、え、機、ーまあ、ジャスマークの、えー、管理についての、えー、責任者と思っていただければよろしいかと思います。えー、資格要件としては、えーまあ、その組織の中の、えー、営業部門から独立した立場であるということと、えー 認証機関が指定する JAS、えー、講習会を受講するということが条件となっています。あの、経験的な部分での要件はございません。はい。まあ、これらについて、施設、手順、手順書、えー、人員、まあ、これらの要件については、輸、えー、入業者の認証の技術的基準というもので、えーえー、要求されています。 はい。えー、先ほどのスライドで、えー、言いました、外国政府証明書の入手についてなんですけども、えー、輸入する都度ですね、まあ、この製品に対して、えー、まあ、EU から輸入したものについては、えー、EU の基準で認証を受けたものですよと。アメリカから輸入するものに対しては、アメリカの基準で、えー、認証され、満たす、えー、製品ですよと。 ということが示されている証明書を入手して、で、えっ、ー、と、認証を受けた、えー、輸入業者はジャスマークをつけるという行為になります。なので、えー、まあ一番、えー、大事な、えー、ポイントと、運用上大事なポイントとなります。で、この証明書は、あの、国ごとにですね、書式はいろいろあります。で、今、このスライドで紹介しているのは、えー、まぁ、あ、EU、えーえー 英国スイスなんですけども、あの、この場合は認証機関ごとによって、えー、いろんな書式があります。で、あの、右側に示させていただいているのは、えー、エコサートグループとして使っている、えー、書式です。はい。この証明書が発行できる、えー、認証機関はですね、えー、農林水産省の、えー、ホームページの中で、えー、確認することができます。 はい。で、えっ、ー、と、通常この証明書の呼び方なんですけども、えー、TC、トランザクションサーティフィケート、えー、もしくは IC、インスペクションサーティフィケートと呼ばれることが、えー、多いので、まあ、あの、輸入業者の方がこれを、えー、現地の自動車に要求するときは、えー、TC 欲しいだとかっていう言い方をした方が通じるのかなというふうに思います。で、あの、スライドにはないんですけども、えー、アメリカ、 え、ですとか、カナダについては、えー、もう専用の、えー、書式が、えー、あります。はい、えー、続いて、えー、審査料、えー、などについてなんですけども、えー、ここに示しているのが、弊社の、えー、 えー、審査費用のことを紹介させていただきます。まあ、輸入業者で、えー、認証を、えー、取得するにあたっては、えっ、ー、と、大、ま、体、あ、30万円からになります。で、まあ、変動するんですけども、変動する、えー、要素としては、受け入れ保管施設、まあ、倉庫の数ですとか、えー、取扱い、えー、商品の数、あとは検査での、えー、不適合が、えー、あった場合の、 えー、まあ、対応の時間ですとかね、えー、そこら辺に、えー、で採用されます。<laughs> はい。えー、それから、えー、先ほどのスライド、前のスライドで説明した、えー、認証機関が指定する講習会なんですけども、こちらも弊社の料金、えー、設定なんですけども、えー、と、弊社としては、えー、す、え、で、ー、に認証を受けている方については、まあ、 こちらの金額。えぇ、ー、認証を受けてない方については、まあ、一人当たり、えーまあ、こちらの金額となっています。えっ、ー、と、もうまとめてですね、えー、と、個別の、えー、えー、企業向けにですね、えー、個別の講習会というのもやっておりまして、えー、それについては1回の開催につき、えーまあ、11万円で、えー、実施しております。はい、えっ、ー、と、 なのであの、まあ5名、5名集まればあの、こちらの個別講習会を受講した方が、えー、お得な、えー、設定となっております。でえーとえー、ちなみに、あの次のです、ねえー、弊社で行っている輸入業者向けの、えー、講習会は。えー 11月14に行いますので、もしですね、民証取得に興味がある方は、こちらを受講していただきますと、民証取得に必要な、すべてをですね、説明させていただきますので、ご利用いただければと思います。はい。それから、 認証にかかる時間についてもですね、まあ、質問を受けます。弊社としては、えーまあ、申請書類の受付から、えーまあ、書類審査があって、まあ、実地検査があって、判定して、その最終結果を通知するまでの、まあ、平均的な時間として3ヶ月、えー、くらいかかりますよということで説明させていただいております。 まあただ、あの、ポイントとなる点は、初年度の、申請においては、書類の準備、まあ先ほど、まあ手順書を作らなきゃいけないとかという話がありましたけども、まあその部分をいかに、早く作るか、手直しがない状態で仕上げるかというところがポイントになってきます。まあ、そこが、クリアできれば、3ヶ月以内でですね、え、ー 認証し,し,していただいている、えー、方はたくさんおります。えー、それから、まあ、質問される、えー、内容としてはですね、えー、人的コストどれくらいなのかということも聞かれますので、ちょっといくつか、えー、示しました。まずは、えー、必要な人員の配置なんですけども、まあ、わざわざ認証するために 新しくこう人を雇わなきゃいけないのかとかいうことも言われるんですけども、えー、と今までの経験上、えー、通常の業務をやられている方がその受け入れ保管責任者ですとか格付け表示担当者をやられているので新たにです、ね、認証を取得するために人を雇うという必要はないかと思っておりますそれから、えーまあ、認証を続けるにあたっては、えー まあ、毎年審査を受けますので、えー、その準備と、えー、検査を受ける日のですね、応、え、対、ー、についての、えーまあ、手間というのもかかって当然かかってきます。それから、えー、輸入の都度発生する必要書類と、えー、記録、えー、その外国政府等の証明書の、えー、入手、まあ、それから、まあ、称号して、まあ、ジャスマークの管理と、まあ、そういう手間は、えー、かかってきます。 それから認証機関への報告、えー、認証を受け、まあえー、受けられましたら、年1回ですね、えー、有機ジャスマークをつけて、えー、輸入した、えー、数量について、認証機関に、えー、報告していただくことが必要になってきますので、まあ、これも、えー、人的コストの一つかと思います。それから、えー、倉庫会社の協力関係、えー、なんですけども、輸入業者の認証を取得するにあたっては、 えー、まあ、倉庫会社と一体的な認証が必要になってきますので、まあ、その、え有機者数に関する要件について、えー、倉庫会社と、まあ、しっかり、えー、連携してやるという意味での、えー、まあ、コストということが、えー、かかってくるか,かなというところです。うん はい。えー、それで、えっ、ー、と、まあ、あの、この制度、えー、有機 JAS の、えー、認証の、えー、経過措置ということで、えー、まあ、あと2年ほどありますけども、えー、まあ、いずれ、えー、認証を受けて JAS マークをつけるということをしなければならなくて、えー、まあ、皆さんにおいては、その、 あの、経過措置が切れる段階で、こう、駆け込み的にですね、えー、申請される可能性があるのかなと思います。まあ、そ、そうなった時に、認証機関としては、あのー、まあ、裁く量っていうのがありますので、えー、まあ、なるべく認証取得されたいという方は、方はですね、えー、早めに申請されることを、えー、お勧めいたします。 はい。えー、以上で、あの、私からの、えー、説明とさせていただきます。えーまあ、認証取得にあたっての、えー、一助になれば、えー、幸いです。えー、ご清聴ありがとうございました。はい。えっ、ー、と、要収入協会の岸士様、エコサート株式ジャパンの吉沢様、遠藤様、どうもありがとうございました。それでは、これよりですね、あの、質疑応答のお時間、 をさせていただきたいと思います。お時間に限りがございますので、すべてのご質問にお,お受けすることができないこともございますので、ご了承ください。ご質問がある方は、ご来場の方は挙手をしていただき、オンラインでご参加の方は、チャット欄へご質問の入力をお願いいたします。 ご来場の方は、あの、私の方でですね、あの、ご質問の方の方をですね、あの、指名させていただきますので、あの、ご来場の方にはマイクの方をお持ちいたしますし、あの、オンラインの方はですね、あの、代理の、あの、担当の者がですね、代読の方をさせていただきます。それでは、あの、ご質問のある方につきましては、あの、今からですね、お願いいたします。はい、あ、それでは、えっと、 農林水産省様の方からちょっと補足があるということですので、ではすみません。坂瀬川様、お願いいたします。すみません。えー、先ほどの、えー、エコサートさんからの、えー、ご説明について補足させていただきます、えー。有機種類の輸入業者が必要なアクションということで、えー、資料の、えー、表紙を含めて8ページ目、 えー、今開くことは可能でしょうか。でこちらの方にですね、えー、承認済みの国、えー、承認予定国、承認対象となっていない国ということで、えー、記載されていますで。承認予定国については、えー、こちら、あの、有機農産物とその加工食品について、えー、日本がすでに、えー、相手国を承認した国について、えー、記載されているものと思います。 で、えー、承認対象となっていない国というのは、そういった、えー、承認が今のところされてない国を書かれているものと思います。で、ここに、えー、挙げられた国の中で、えー、今のところスイス、アルゼンチン、南アフリカについては、えー、今のところ、えー、相手国の方から、えー、意思表示の方はされておりません。えー、相手国があっ で、えー、相手国とと交渉をして、初めて、あのー、有機同等制の方は承認ということになりますので、えー、その点ちょっとご注意いただければというふうに思います。以上です。もどううありがとうございました すいません。えっと、それではですね、あのー、ご質問の方、えっと、質疑応答の時間の方にですね、移らせていただきます。何か質問のある方につきましては、どうぞ挙手か、あの、チャットへのですね、あのー、入力の方をお願いいたします。 あ、オンラインの方で、ああすみません。えっと、そちらの、そちらのあの、会場の方の前から3列目の女性の方お願いいたします。恐れ入ります。本日はありがとうございます。えっ、ー、と、JAS 法改正の概要の方で伺いました。えー、勇気やオーガニック、これらと紛らわしい表示はできない。えっ、ー、と、勇気 JAS マークがないとそういった表示ができないというふうにご説明いただいているんですけれども、このこれらと紛らわしい表示、 についての具体例およびあの何かしらの、あのー、基準みたいなものが今後設けられる予定などはございますでしょうか。はいえっと、ご質問ありがとうございます、えっと。有機、オーガニックと紛らわしい表示の具体例についてというご質問でした。農林水産省の佐瀬川様何かございますでしょうか。 ご質問どうもありがとうございます。えー、勇気はオーガニックと紛らわしい表示についてなんですけども、えー、今のところ私どものホームページに、えー、アップしております Q&A の中に例をお示ししております。その中で、えー、例示が書いてございまして、えー、紛らわしい表示として挙げられているのは、例えば、あのー、 その有機という形じゃなくても有機無農薬であったりとか、あとは外国有機認証とかいう表示についても、えー、有機ジャスマークがついていないものについては紛らわしい表示として、えー、記載ができないという形になっております。えついでに申し上げるんですが、あのー、えー、ワインだと特に EU のものについて、えー、ビオという表示が よく見かけると思います。その美容の表示については、今のところ紛らわしい表示というふうには、え、なしておりません。ただですね、今後、えー、美容という表示について、消費者の皆さんが、えー、この、これは勇気のことを指してるんじゃないかっていうふうな認識が増えてきた場合は、えー、規制の対象になるということも考えられますので、その旨お伝えしておきます。よろしいでしょうか ありがとうございます。えっと、すみません。そうしましたら、判断に迷ったときは、えっ、ー、と、農林水産省の方にご、ご相談したら、良い感じでしょうかね。はい。あの、ぜひ、私どもの方に、えー、ご連絡いただければ、あの、まずはですね、えー、Q&A の方をご説明差し上げることにはなろうかと思いますが、えー、国税庁さんの方とも相談しながら、ご回答させていただきたいと思います。 ありがとうございます。ご質問ありがとうございました。他に何かご質問ある方いらっしゃいますでしょうかあでは、オンラインの方でご質問があるようですので、お願いいたします。はい、えー、オンラインから、運用倉庫、えー、倉庫に関するご質問をいただいております。 運用倉庫が数箇所にわたる場合、すべての倉庫で申請が必要となるでしょうか、えー、もう一問、えー、倉庫会社が小分けや外国格付けを取得している場合は、認証を予定している輸入者にはメリットがあるでしょうかこうした質問を頂戴しておりますが、 えー、先ほどのエコサートサバーからの、えー、ご質問、審査料に関するものかと思いますので、えー、よろしければ、えー、ご回答お願いますでしょうか。はい、えっ、ー、と、倉庫の認証につ、あえっ、ー、と、まあ、認証対象についてはですね、あの、受け入れてジャスマークをつけるという行為をするところであれば、えーまあ、複数あったとしても、す、え、べ、ー、て、えーまあ、検査、 の、検査、認証の対象となります、えー。それから外国格付け表示業者とか別な基準での、あえっ、ー、と、カテゴリーでの認証を受けている倉庫についてのメリットですかね。えー、については、あの、倉庫の、えー、運用上、防虫防素ですとか、そこら辺の管理は、あの,の、JAS、え、のー、要件を、えー、満たしているかと思いますので、えー、そこは、あのー、 輸入業者としての、えーまあ、要件と同じ部分ですので、えー、そこを改めてこう構築する必要はないので、そこはメリットになるかと思います。ただ、あの輸入業者としては、あの、認証の対象になってきます。はい、ありがとうございます。それでは他にご質問などございますでしょうか。 あえっと、会場のです、ねえっと、前から5列目ですね、はい、女性の方お願いいたします本日はありがとうございました、えっと、1点、あのエコサウトジャパン様にご、えっと、質問させていただきたいことがございます、えっと、先ほど、えっと、輸入品の対応、えっと、輸入業者の JAS 認証というページの中で、えっと国,えー、国内輸入業者が有機 JAS 認証を取得する方法としてのポイントのところなんですけれども。 えと同等国にあるメーカー等から直接輸入する場合が条件というようなお話があってであのその中であのシンガポールを経由する場合というようなあの例が出ていて、まあ、それはだめですよという,ようなお話だったと思うんですけれどもあの商品がそのシンガポールの港を経由して輸入される場合これも NG になるんでしょうか。 ご質問のポイントになるところは、その政府の,その証明書っていうところがあの関わってくるんですけども、まあ、そこがあの現地の工場、もしくはエク,スエクスポーターからですね、認証を受けているところから購入しますと。 でえー、物流上、経由しするんですよということについては、あの証明書は発行、えー、できるかと思いますので、今のケースで言うと、あの大丈夫かなというふうに思います。ただ、一回その、えー、シンガポールですとか、同等性のない国に一回こう、その商社が購入して、保管しているものを、えー、間接的に購入するということについては、あの対象じゃないという,いうことになります。 あ、わかりました。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございました。そうですね。もうお時間ですので、最後ですね。あと一問のご質問までお受けさせていただきたいと思いますけれども。何かえっと、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。あ、それでは会場でですね。前から五列目の、はい、の方、お願いいたします。あ、ありがとうございます。えっと。 3点ほど質問がございまして、えー、まず、えー、先ほどあの、農水省の方から補足いただいた、えー、と、スイス、アルゼンチン、南アフリカは、えー、声が上がってないということを教えていただいたんですけれども、えっ、ー、と、チリは、あの、声が上がっているというふうに受け止めてよろしいかどうか、というところがまず一点それから、あの、種類の同等性、国家間の種類の同等性についてなんですけれども、 あの当初はあの、えー、有機加工食品の輸入業者としての、えー、有機ジャス認証は取得しておりまして、えー、主にあのフランスワインにおける有機種類があの多いんですけれどもあのとにかくカバンの種類の同等性が結べられない限りまだ何も準備が進められない状況かなというふうに認識しております。 その国家間の2種類の同等性が結ぶその過程ですとか、まあ、いつぐらいにできるのかなどといったその経過の開示っていうのは今後ごんあの、あるのかどうかというところを、えー、まあ今日のお話の中で、えー、令和7年の9月末までに間に合わないリスクもあるというお話が、あの、お二人のご説明の中からございましたので、 もう少しその土頭性のところをクリアにしていただけたらなというふうに思っています。で、最後のご質問がですね、現在、あの、法律、あ、移行期間ということで、えー、令和7年9月末までは、えー、国税庁の国示による取り扱いの考え方で、えー、ワインの輸入、あ、お酒の輸入をしておりますが、 ちょっとその切り替わるタイミングのその日付というのは、えー、輸入のタイミングを基準にすべきなのか、それとも流通のタイミングを基準にすべきなのか、あと、あの、国税庁の国税による取扱いで輸入した商品を、その後、国内で j a s マークを添付して、えー、新しい枠組みの中で、あの、販売することが可能かどうか。以上3点でございます。 はい。ご質問ありがとうございます。えっと、まず一つ目のご質問なんですけれども、えっと、チリですね。こちらの方から、あの、道東施工省の、まあ、申し出というか、表明があるのかというところなんですが、とノリス座省の佐々木様大丈夫でしょうか。はい。ご質問ありがとうございます。えー、先ほど申し上げました、あのー、えー、申し出だったり、コンタクトがあった国についてなんですけども、えー、チリの方からは、えー、この、 日本との有機同等性について、えー、連絡を受けております。で、えスイス、南アフリカ、アルゼンチンについては、え今のところ、そういった状況がないというところです。で、えどのような状況かという細かい話につきましては、国税庁さんの方でも、えおっしゃった通り、えなかなかお伝えすることができず、ちょっと恐縮な状況です。以上です。ありがとうございます。 最後、えっと、国、えっと、そうですね、最後、あの、国事についての、えっと、切り替えについてのタイミングなんですけれども、えっと、国税庁の国事につきましては、えっと、ま、あの、法令上ですね、えっと、こちらの、えっと、えっと、種類業組合法に基づいて定められている国事ということになるんですが、その種類業組合法上の表示を行うのが、えっと、ま、製造上を輸出するとき、もしくは、えっと、保税倉庫から引い取るとき、 の、えっと、表示となります。ですので、その補税速庫から引き取る、その時点ですね。その時点での切り替えという話になりますので、あの、そのあたりですね、ご注意いただければと思います。では、すみません。えっと、こちらの方でですね、あの、本日はどうもありがとうございました。それでは、お時間となりましたので、質疑応答のお時間、こちらの方で終了とさせていただきます。皆様どうもありがとうございました。 それでは、えっと、本日お集まりの皆様方、えっと、またオンラインでご視聴いただいていらっしゃいます皆様方が、本日のセミナーにより、円滑に新制度に移行できましたら幸いです。以上で、本日のセミナーを終了いたします。本日の模様は、後日、国税庁動画チャンネルにて配信を予定しておりますので、ぜひ、お知り合いの種類を輸入する方々、こちらの方々にもご紹介いただけましたら幸いです。 本日は輸入業者向け有機種類セミナーにご参加いただきありがとうございました。ご来場の皆様はお忘れ物のないようお気をつけてお帰りください。どうも本日はありがとうございました。